皆さんこんにちは。こんにちは。本日はバンコクにあるルンピニー公園という、もうとてつもないでっかい公園に来ました。来ました。これ見てください。結構いるかな。結構いるかな。めっちゃでかいです、これ。ねー、すごいね。うん、奥が見えん。いなくなっちゃった。結構、結構探そう。結構ルンピニー公園は大きなイモリ、ヤモリ、ミズオオトカゲ、オオトカゲか、トカゲがいるということで、一回来たかったんやけど、ね、トニーがハマってる、パジャマスクというアニメにヤモリ、ヤモリやな、あれは。あ、あれはヤモリをモチーフのヒーローがいて、それの大ファンなので、それを探しに行こうということで、はい。ゲコの声する？ゲコどこにいるか見つけよう。ね。すごい、みんな走ってるね。ルンピニ公園はね、うん、なんかそのジョギングコース、ランニングコースとしても有名らしくて、結構みんなこうやって外周を走ってるんだって。ね、外周などれくらいあるんやろね。どれくらいだろう。地図で見た限りだと、うん、あの前行ったベンチャシリ公園あるじゃん。うんうん、あれのね、15倍ぐらいはあった。東京ドーム何個分か言うて。東京ドーム何個分か分かんない。すぐ言いたがるやん、日本人は。東京ドーム何個分か知りたがるやん。分かんないな。なんかね、入り口もね、うん、8個ぐらいあったかな。あ、すごいあったよね。タクシーの人が、どこ、どれ、どれみたいなの言ってた。どの入り口みたいな。お、すごいすごい。走ってる。走れ走れ。あ、ここは安全だわ、走っても。ねえ。車来おへんよね。ねえ、車は多分ないんじゃない。ここはもういっぱい走れるよ。いっぱい走りな。走れ走れ。うん、この子走ってるね。あの子たち走ってるね。あの子たち走ってるね。人生の大先輩をあの子。すごい大きな湖。あ、湖。なんかこの巨大湖が円の中に何個かあって。うん、え、何個かあんの？なんかね、何個かあったよ、見た感じ、地図を。で、ここの湖に水オオトカゲがいる。かなりいるらしい。かなり。どこやろ。でも水の中じゃなくてさ、うん、陸にもいるよね、うんうん、なんか写真で見たことあるけど、基本的にはおとなしいらしい、うん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 、よっぽど近づかない限りは別に安全だって、うん、遠目から見ても大丈夫、うん、そうそうそう。すごい、そのさ、湖に柵がないからぬるっと入れちゃうのがちょっと怖い。これな、うん、普通にジャボンっていけちゃう。いけちゃうよね。ちょっとちっちゃい子とか目離せへんな。なんかですね、野鳥とかも30種類ぐらいいるらしい、うん、多いな。もうジャングルみたいな。あ、木の感じがジャングルやもんね。あ、南国。すごい。走るか。うわ、すごいすごい、誘われたわ。あ、一緒に走ってる。走ろうよって。この後ね、美味しいもの食べに行くからいっぱい走っとこう。そうなんですよ。今日なんでここに来たかっていうとね、この近くに、はい、金曜土曜限定で、うん、海鮮食べ放題のビュッフェをやっているホテルがあると。で、そちらにですね、今日なんとご招待いただきまして。やったやった。美味しいご飯を食べれるぞという、はい、ことで、それの前にオオトカゲをめでようということですね。そうです。奥かな、ね、オオトカゲ見たい。夕方に来たからね、すごいいい気温ですね、うん、なんかようやくさ、雨季に入ってちょっとだけ出歩こうかなっていう気の気になる感じになってきた、うん、でもそれでもね、今日のお昼とかはもうとんでもなく暑くて37度。やばかった、うん、夕方以降じゃないとあんまり外には長時間入れないなって感じです ね。はあ、すげえな、都会、うん、このビルの中にジャングルがドンってある感じが。これはあれやね、東京でいうコンクリートジャングルじゃなくてコンクリートとジャングルやな。なんかさ、あの漫画とかさ、アニメとかでよくやるさ、うん、
その一部分だけさ、うん、あのタイムスリップドンってしたみたいな漂流教室みたいなこの公園がいきなりそのビル群の都会の、ね、中にドンって現れたみたいな。お前ね、そんな感じじゃない。紀元前何年にタイムスリップできる。あ、え、どれ。あ、これじゃないよ。あ、いるわ。どこ。あ、そこ。いた、結構いたよ。近づいて写真撮って。ほらほらほら、ゆっくりゆっくり、ちょっと近づいて。うすごいすごい、結構いました、いました。うわ、いるね。見に行こう。うわ、すげえ。ちょっとだけ近くに行ってみよう。これって結構、結構だよ、ヤモリの力でかー。水オオトカゲすごいね、大きいね。カメさんはいるかな。カメさんはこれだわ、絶対泳んでる。あれカメか。わ、すごいな。すごい、登ってる。登ってる。あの後、そこまで行ってどうするんだ。どうするんだ。あの子。あの子はどうする。実を取りに行くのか、ヤシの実を。すごいな、ヤシの木にずんずん登ってるよ。オオトカゲ。ちょっと写真。はい、パパチーズ。カメさんいた。カメさん、あ、あれカメかな。あれカメ？あれみたい、あれみたい。シーマンが進化したやつ。こんなんで進化するやん、シーマンって。すごいおっとりしてるね。ね、おっとりしてるね。結構どこ？結構あそこほら。あそこ見てる。木に登ってった。尻尾が長い。すごいね。寝てる。寝てるかな。寝てる。で上まで行って。てあれさ、戻ってこれないんじゃない？あれなあ、あいつ困ったんじゃ。うん。ちょっと行ってみたはいいけど。ね。あれこっから先どうしようっていう。行かない。止まっちゃった。気づいたんちゃう？あ、これ行き止まりだわ。あ、積んだ。積んだわ俺。いや、あれどうすんの？落ちるか戻るしかないけど。来年来た時あいつの化石当たらんし、助けてやればよかった。行けって言うて。行け行けってね。うん、でもちょっとあれやね。結構困っちゃったかもしれん。あ、下チロチロしてる。すごい。助けてほしいんちゃう。ちょっと。え？動物愛護。無理無理無理。落ちちゃうよ。動物愛護。動物愛護。海に入っちゃうよママ。入っちゃうね。カメさんもいるかな。いたね。いたね。でもさ、なんかもっと大きいイメージあった。ああ、なんかサイズでも様々らしい。うん、子供かなまだ。いや、あれ結構でかいよ。でも写真でしか見たことないから分からんね、実寸が分からん。だいぶでかいぞあれ。だって家に持ち帰ったらあでかってなるやつや。あのテレビと一緒で。あ、なるほどね。店で見たらちっちゃいけど家で見たらでかいやん、このテレビみたいな。持ち帰るか。落ちた。落ちちゃったら大変だ。あいつ泳げんのかな。トカゲって泳げる。水トカゲだから泳げるんじゃないか。泳げるか。大丈夫か。水の中から上がってきたんだろう。あー、カメさんだけなのに。ねえ、カメさん怖い。怖くない。怖くないか。カメさんがいないね。月光の顔がどこ。ねえ、ちょっと月光と写真撮ってあげるよ、うん、ちょっと遠いけどね。はい、ここでピースして、うんうん、はいはい、こっち向いて。はい、ピース。はい、チーズ。なんか寝てるみたい。チーズ。チーズ。チーズ。かわいい。ああ、いい写真撮れたね。いい写真。口ベロベロしてる。ちっちゃい。ね、口ベロベロしてるね。いい写真撮れた。やったね。なんかね、こっちに書いてあるわ。うん？水オオトカゲいますよ。へえ。餌を与えないでね。それね。あとドローン禁止ですよ。うわ、危な。ドローン撮影するとこやった。死ねえだろ。結構あっこから降りれなくなっちゃったんだって。降りれないらしい。助けてあげたいね。うーん、海に入っちゃうな、あのままだと。結構泳げるわ。
うん、泳げるよ。泳げるから多分大丈夫だ、あいつは。ハトさんだ。ハトさんもいるね。いっぱい動物がいるね。うん。リスもいるんやって。リスもいる。ヘビもいるらしい。ヘビは怖いな。うん、ちょっと足元だけ気をつけないとな。すごいな。ねえ、リスいるかな。本当に違う。あ、トカゲいた。あ、どこ。あそこ。あ、ほんまや。また結構、またいた。やっぱ水辺にいるんだ。結構だよ。あ、ここにもいた。あ、本当だ、こっちにもいる。ちっちゃいね。ほら、見てごらん。ほら、トカゲ。あ、泳ぐんじゃない。あ、着水。怖いのかな。怖いのかな。水が怖いかな。ねえ、どうだろうね。あ、あっちにもいるって。あの人が教えてくれて。お前、あっちに大きいのいるよ。え、っていうか、奥めっちゃ大きくない、あれ。え、あれ、え、ほら、あの2体並んでない、あれ、岩か。あ、岩、あれ岩じゃない、あれ、オオトカゲだ。おお、すごいすごい。なんか想像より細長い。え、大きいね。でかー。大きい大きい。ほら、大きいよ。え、奥めちゃくちゃ大きい。めっちゃいるな。すごいね。なんか寝てる。なんか寝てるね。寝てるね。なんか泳げないのかな。泳げないのかな。どうだろう。今休んでるんじゃない。休んでるんだって。多分尻尾までの長さで言ったら、あの奥のやつは。うん、ポニーの2倍ぐらい。そうやね。あるそう。バイバイした方がいいよ。あれ？大きい結構バイバイした方がいい？あ、そうなの？ちょっと怖いか。ちょっと怖い？結構見れたね。うん。よかったよかった。よかったね。これは長時間かけてさ、動物観察したいろいろありそうやね。うん。知らない動物がまだ いそうな感じがするね。あのこの池の中には多分、そう、なんかすごいいる感じが、こうなんていうの、波紋が至る所に、至る所でなんかボコボコなってるから、ね、ちょっといるな、これは。めちゃくちゃいるよ。雨降ってるぐらい波紋はできてるやん。池の水全部抜いてみたいやったらすごいことになるだろう。やばそう。ビチ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 。はいはい、何ですか。リスはどこ。リス探そう。リス、うん、リスはね、木とかにいたりするな。リスは下にいないかもな。ヘビは、ヘビは下にいるよ。ヘビは危ないぞ。リスはさ、うちのマンションでもおったな。いたね。マンションの入り口の木に。目を疑ったな。わ、リスいる。うん、これ誰のお家。これは誰のお家かな。リスかな。この木に誰かいるかな、うん、なんか木もいろんな種類の木が生えてるね。え、あ、猫や。え、あ、あ、急に猫。急に猫。なんか猫と犬もいるらしい。うんうん、猫もいるし。黒い猫。黒いね。黒い猫。ジジだね。お前はオオトカゲもいて、うん、大変だろう、こんなところで生きて。たくましい猫だ。よし、ジジだよ、ジジ。そうそうそう、魔法使いの猫だよ、うん、黒い猫は。かわいいね。ね、バイバイ、バイバイって。バイバイ。あ、あ、猫だ。猫ちゃんだ、猫ちゃん。え、ワンちゃん、魔法使いの猫。猫だね。ワンちゃんじゃなくて猫ちゃんじゃない？猫だよ、猫。こっちは魔法使いの猫。そう。こっちはワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃんに見えるね。ワンちゃんに見えるな、確かに。猫ちゃん可愛いね。こっちは魔法使いの猫だね。うん。魔法使いの
よく喋るね、うん、ジジって言うんだ。この子は？この子はね、キジトラかな。キジトラみたい。習ったことをすぐ言う。いやでものどかな公園で、うん、気持ちいいね。ね、リス探そう。リスが鳴いたらいいのにね。リスはでも結構隠れてるんじゃない？下にいたらな、トカゲがいるし。え、何今鳥の声？野鳥や。聞いたことない鳥の声。ジャングルでのほほほほみたいな。ジャングルで使われる SE の鳥の音。ほほほほほほほ。またビールができよるね。あ、バンコクは至る所でっかいビル工事してるね。ねえ、でかいな。でかい。なんかえ、あれちゃう？国歌？あ、国歌流れてる。時間じゃない？ねえ。音楽流れてるね。よし、そろそろ行くか。もうちょっと時間だから今度ゆっくり来よっか。うん、また遊びに来よう。ね。ちょっとまたゆっくり来ましょう。うん、暑い。しかしそれにしても本当に歩いてる人がめっちゃ多いね。ねえ、こんなにみんなストイックなのか。タイは、タイは走ってる人多いな。うん、じゃあこれから美味しい海鮮を食べに行きたいと思います。イエイ。というわけで着きました。はい、こちらです。マリオットマリオット系列のところ。マリオットホテルのあのマリオットやんね。そうそうそう、うん、でここでですね、金曜日土曜日限定で、はい、食べ放題のビュッフェがあるということで。海鮮、海鮮やったー。海鮮です。エビ食べれるよ。大好きなエビが食べれます。楽しみ楽しみ、嬉しい。行こうか。行きましょう。すごい高級そうな。おお。さあ、ビュッフェメニューですけど、めちゃくちゃ美味しそう。サーモンだ、美味しそう。で、うわ、お肉、うわ、美味しそう。サラダ、サラダもいっぱい種類があるね。うわ、すごい、海鮮が。うわ、カニに、貝に、生牡蠣もありますよ。うわー、美味しそう。うわ、大好きなエビが大量に。美味しそうでございます。はあ、めっちゃいい。あ、お刺身もある。うわ、美味しそう。で、あ、チャーハンとかパッタイ。これは、あ、レッドカリー。うわ、なんか美味しそう。よくわからんけど美味しそうです。絶対にうまいだろうっていう。わー、照り焼きチキンに、なんだこれ、チャーシューみたいなやつかな。あ、ほうれん草、チーズ、これもいいね。ピザにスープ、バタフライピーです。あ、バタフライピーだ。さきちゃんも好きなバタフライピー。あ、フルーツが、あ、フルーツも美味しそうだな。うわ、パッションフルーツある。ヨーグルトとかもありますね。あ、デザートだ。美味しそう。これ美味しそう。チョコケーキ。絶対食べよう。うわー、美味しそう、美味しそう。うわー、ティラミス。美味しそう。これね、最初の一取り行くの緊張しますね、これね。チョコレートファウンテンだ。うわー、めっちゃいいな。あ、アイスもあるね。アイスもあります。めっちゃうまそうよ。早速食べてます、うん、美味しい？よかったね。はい、はい、そんなわけでいろいろ取ってきました。いや、幸せすぎる。すごいな。すごいね。ちょっと各々のあのコンセプト発表する。あ、はい、やっぱビュッフェなんでね。自己紹介、タイムテーブルを。タイムテーブル。タイムテーブル。でもビュッフェって、うん、あのフェスだから。あ、そうなの。ビュッフェはヘス、うん、うん、各々のやっぱタイムテーブルがある。おお。
ちょっとよくわかんないから全然ピンとこなかったけどはい、僕が撮ってきたのはこんな感じです。すごい、海鮮山盛り。海鮮はこっちですね、こっち海鮮エリアで、うんうんうん、はい、海鮮ステージとなっておりますそのままやね、はい、で、こっちが、お肉とか、焼きグリルゾーンですね。グリルゾーン、グリルゾーン、これヘルシー、ヘルシー野菜ゾーンで温めております。はい、こんな感じです。私はこちらファーストインパクトゾーンとなっております。ファーストインパクトゾーン、アダムとリリスが生まれましたそんな感じの、おお、こっちが巨峰、こっちがさきちゃんかな、ね、美味しそう、めちゃ可愛い、うわ、可愛い、巨峰ソーダ、とこれライチソーダ、おお、うまそう、うわいいね、似合うわ。そして私がこちらセカンドインパクト、赤い海に染まりましたというコンセプトでやっております。セカンドインパクトなと、そっちは、はい、サードはまだ起こってないとね。サードはまあここら辺かな雑だな、雑サード。でこっちが、アディショナルインパクト、アディショナルこれがゴルゴダオブジェクト、ゴルゴダオブジェクトこれさ、パスタなんだけど、うんうんうん、この紙でね、注文できるんですよ、うん、あの、はいはいはい、これ取ってきたわけじゃなくて、うん、このパスタの麺の汁選んで、ソース選んで作ってくれるっていう、めっちゃ良くない、ね、オーダーしてから、ね、そう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 、好きなパスタの形で、好きなソースでって。へー、普通さ、なんかビュッフェあったら山盛り盛られててさ、ちょっとなんか麺がこう全部こう、はいはいはいね、スプーンフォークにくっついてきちゃうみたいな。あるあるある、これいいよね。これね、もうその場で作ってくれるの最高、ね、ちなみにこれは何ですか。ちなみにこれは、フェットチーニのトリュフクリームです。おー、はい、トリュフクリーム、カルボナーラ、ボロネーゼ、スパイシートマト&シーフード、うん、ガーリックチリオイルってのがありまして、はい、一番高そうなトリュフクリームにしました。あー、貧乏しょよっしゃ、食べましょう。じゃあ乾杯しよう。はい、トニーはもう始まっております。はい、そっちでね、もうなあのデザートに差し掛かっておりますね、ちょっとね、準備するのに時間が僕らかかってじゃあ、いただけます。せーの、じゃんけーよー最近覚えたタイ語です乾杯、乾杯、チョンゲヨ、あ、チョンゲヨしよう、チョンゲヨ、はい、チョンゲヨあ、おいしい、おいしい、うま、あ、おいすぎる南国におるな、いいっすね、いいっすね。こちらのドリンクなんですけども、はい、あのここに来てリオナリ夫婦の動画を見ましたって言うと一杯無料になるらしいです。ここタイヤで、すごいなすごくない、驚いたな、うちらのチャンネルいや、そんなことできるんだと思って、俺もさっき知ったんですけど、あ、そういうのできますけどどうですかって言われて、え、できるんですかつって、すごい、王様のブランチでしか見たことないよそんなの、リオナリ夫婦の動画見たでドリンク一杯ついてきます。ついにリオナリのブランチスタートです。では、いただきます。わーい、お刺身だ。刺身からいきますか。いきます。すだちがあってね、サーモンに絞るの、おしゃれな、ね、ちょっと、うーわうん、うん、あ、おいしい、うまタイさ、サーモンうまいよね、うん、タイといえばサーモンやねんて、いろんなところで売ってるもんね、サーモン、ね、うわ、うますぎる、サーモンうま、しびれる、あ、お刺身美味しい、もうこれだけで最高もう刺身がうまいが最高、うわ、もうビュッフェやからサーモンもこんなんやもんね、うわ、こんなんです、うわ、うん、いいですね。ちょっとどれ行こうか迷っちゃうな。ちょっと俺パスタ食べていい？うん、いいよ。どれどれ？トリュフの実力やらを。なんでちょっとシャーっぽいの？なんでジオングっぽい？今年はガンダムで行こうかな。いや、エヴァで行った方がいいです。いただきます。うん、うま。もう大好き。うん、うわ、この固めのこれですよ、このフェットチーニのね、まあ、固めのあれが好きなんですよ、うん、
あのフェットチーニがなんで俺が好きかっていうと、うん、一番あのラーメン二郎の麺に近いんだ。うわーなんか嫌というかなんかぶち壊しやな。いやいやいやこれがね、いやうまー、トリュフクリーム美味しいな。うん、ちゃんとトリュフつこってはる。あ、わかりますか。疑ってた。疑うな。ごまちゃうかな。ごま黒ごまちゃうかなと思ったらちゃんとトリュフやった。騙されないでしょ。うん。おいしい。あのね、チーズ取り放題でしょ。うん、タイってチーズめっちゃ高いねんて。ああ、はいはい。あのスーパーとかでもめっちゃ高いでしょ。食べ放題、貴重よ。嬉しい。うん。おいしい。つまみなんかな。うん、コンビニで売ってるね、あの40バーツの豆食べてますから。豆。豆がね美味しいんですよ。うん、豆美味しい。なんか揚げてある豆を、うん。チーズは高くてね、なかなか手が出せないですが、うん、食べ放題ですから。お肉。うん、美味しい。美味しい？うん、美味しい美味しい。私とお肉どっちが美味しいの？うんおいどういう意味の美味しいやつ変なやつだろ、その人のせいやつは何でもかんでもメンヘラ、うん、だるいわ。しかも好きなのとかじゃなくて美味しいのっていう何その質問何でも負けたくないねん。行っていいですか。うわ、カニ来た。気になってたよ、カニ。カニ見てこれ、じゃん、パンパン。味噌がぎっしり入ってる。すごいよこれ。ほら。すごい。それなんか打ち粉もついてない。そう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 。打ち粉ね。当たりやん。当たり。うわ。あ、味噌うま。うま？味噌うまい。うわ、美味しい。すごいな。だってさ、あのベニズワイガニの足だけのバイキングとかはあるけどさ、あるね、この丸々っていうのすごいよね。あんまないよね、この2つに割られて置いてある。ないないない。うわ、甘っ。甘い。うん、あ、おいしい。あ、激うま。あ、うまい。これはいいね。うん、安いね。そうだね。これで1000バーツ1000バーツしかも。びっくりしたのが、うん、タイの食べ放題って、うん、なんか基本時間無制限が多いらしい。うん、でここも時間無制限。うーんすごくない？普通90分制とかじゃん、日本とかだと。じゃあさ、朝昼晩行けるってこと？住もうとしてる？布団持ってきていい？カニの汁つくよ、布団に。いいよ。うわ、エビ、味噌すごい。エビ、うわ、エビ食べ放題、カニ食べ放題、刺身食べ放題、もう天国やな、うちは。こう、てかこういう、なんだろう、ホテルのバイキングみたいなのが久しぶり。うん、タイ旅行の時は食べてたけどさ、うん、今もう家に住んでるからな、ね、なかなか食べに来る機会もあんまなかったけど。ない。嬉しい。やっぱ人を動かすのは食やな。我が家は特にね、うん、食とアニメや。いや、オオトカゲも見れたし、いい日だね。トカゲを持ってカニを食べよう。おい、気持ち悪い。気持ち悪いな。あいつ木から降りれたかな。いや、まだ降りれてないんじゃない。まだかな。わかんないよ。帰り 見てくる。まだいる、ね、降りれてなかったらちょっと110番するか。降りれなそうな後ろ姿してたけどな、ね、ちょっとあのまま湖にダイブしたかもね。うん、今トニーがトリケラトプスにハマってるからさ、ちょっと爬虫類も恐竜っぽくて嬉しい。あ、ね、うん、だいぶ喜んでたもんね。あ、美味しい、このブロッコリーのスープ。うん、あ、それ気になってた。うん、ブロッコリーチーズスープだ。そう、めっちゃ美味しい。こちら、うん、うまい、このスープね、美味しいね。ブロッコリーが、うん、信じられないぐらいブロッコリー使ってますね、これはね。
ピザカリカリで美味しい。うん、こんな優雅な夜ご飯は久しぶりだね。そうね、あなたワイフグランパおじいちゃん間違えてるよ。子供もね、楽しく食べれるものが多くていいね。うん、そうだね。チャーハンもあるし、ピザもあるし、うんうんうん、あの辛いものが少なくて、うんうん、いいですね。いいですね。タイは本当に辛いものが多くて、そう、美味しいんだけど、子供にはね、うん、ちょっと辛いから、うん、今日でタイに来て3ヶ月経ったんじゃないか。そんな経ちますかね。そんぐらい経つんじゃないか。っていうか、なんかさ、毎日小忙しくない？なんやかんや、なんかね、うん、でもすごいゆったり、なんやろ、一瞬で経ったな。うん、あっという間の3ヶ月だったね。何があったかな。1ヶ月目は生活整えるのにバタバタしてて、うん、で4月からはトニーが幼稚園始まったからね、うん、時間に余裕があるなと思っとって、なんかタイに来てから1日が異様に早い。確かにね、あっという間に夕方になるよね。なんでやん。結構早く起きてんだけどね。うん、いつも7時起きやん、うん、なんで、うん、これは 夢かい？この生活は夢なのかい？夢かな。でも俺は3ヶ月経ったけど、タイに来てよかったなって思ってるけど。うん、私も思ってる、うん、すごい、なんだろうな、気が楽というか、うん、のびのびとできてる感じがする、東京にいた時より。わかる。なんか日本で気になってたことが全然気にならんようになった。うん、そう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 、うん、なんでだろう、やっぱりそのタイに住んでる周りの人も気にしてないからだと思うんだよね、うん、それに引っ張られてるというか、なんか周りの人も何も気にしてないし、うん、外歩いててもそうやって周りの目とかさ、うん、そういうの気にしてる人って全然いないし、ってなってくると自分もなんかそういうの気にしなくなるというか、うん、東京にいた時は結構なんか周りの目とかそういうの気にしてたり、なんか大変なことが起きても、うん、マイペンライでさ、マイペンライな、そうそう、みんな大丈夫ってさ、うん、言っててさ、こういう空気がなんか気持ちいいというか、うん、心地いいかな。確かに。本当に東京にいた時はすんげえ細かいことばっか気にしてて、うん、そうそう、すごい気にしいじゃん俺、細かいことをさ、うん、ね、すごいずっと気にするというかさ、うん、でもなんかね、本当にこの周りの人もそんなこと一切気にしてないし。そう、私服装もそうやもん。日本にいたらこんなピンクのやつ着れへんけど、例えばさ、もう高齢の方でもさ、背中ざっくりのドレスみたいなさ、とんでもなくさ、うん、カラフルな色の服着たりしてた、うんうん、私その服を着なきゃとか思ってたのがちょっとバカらしくなってきてなんか本当にそういうのって周りに引っ張られるな、環境に、うん、周りの人がそういうの気にしないようにな人たちがいると、うん、自分も気にしなくなるんだなっていう。そうだね。タイまでわざわざ移住してきてそんな細かいこと考えるのもバカらしいやってなっちゃって、うん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 、すごい気が楽になった、うん、なんかより人生一回やからって意識して生きるようになった気がする。うん、本当に楽しまないと損やなって、うんうんうん、こういう生き方もいいなと、うん、思いましたね。トニーもね、幼稚園めっちゃ楽しそうにしててね、うん、そう、毎日な、友達の名前言って、うん、今日はこれこれこれでしてプールに入ってって言って、それで言うと私初のママ友できちゃったのよ。あ、ね、幼稚園でランチに行っちゃったよかったね。なんか最初すごいドキドキしてたんやけど、こっちで生活している、まあ、困ったこともそうやし楽しいこともそうやし、そのあるあるがやっぱ話が共通点が多いから、うん、なんかすごいね、楽しかった。俺は感動したよ、あの一人見知りのさきちゃんがママ友を作った。それで初めて保育園では一切そういうのできなかったから、うん、だってずっと言ってたもん、そのトニーが生まれる前からもしこの子が大きくなって将来幼稚園とか保育園行くときに私ママ友作れないからリュウヤ君が行ってねって。そうやね
リュウヤくんがママ友作ってきてって言ってえって、あ、まあまあいいけどって大人になってからさ、どうやって友達作ればいいか分からへんかったよでもまさかタイでできるとはって感じやね。ねえ、そういうのは結構さっきは苦手だもんね、作るの。うん、苦手な方。東京来てからも自分では作れへんから、レア君経由の友達とか、うん、うん、いたもう何よりトニーがね、毎日なんか幼稚園楽しみにしてくれてる、うん、それがすごい、うん、ね、今日は幼稚園で何したか聞いてとか言って毎晩ね、聞いてくれるから、うんうん、楽しいやろうなと思って。さきちゃんがママ友とランチ行ってる間、俺家でね、ご飯一人で食べたけど、うん、あ、感慨深かったね。今さきちゃんはママ友とランチしてんだつって。感慨深かった。一人でサブウェイ食べてたもの言って、私ただいまガチャって言ったら座ったままって寝てたってすごい器用やんって思った。サブウェイ食べた後や口やだけで、あれ何が感慨深かった。いやいや、サブウェイ食べてあーよかったね早っよかったよ。よかったよかった、うんうん。不安だったけどさ、海外移住。うん。よかったなってすげえ思う。うん。大変なこともたくさんあるけど。うん。でもね、よかったね。うん。あ、上手上手。あ、上手上手。ほいほい。はい、オッケー。あ、ありがとう。うわ、ありがとう。よし、パパはこれで。あ、すごい。ちょっとね、うん、トッピングこれあげてね。トッピング食べる一緒に。うん、アイスあげる。あ、ママと一緒にアイス取りな。ママと一緒に。あ、おー、ストロベリーと抹茶やん。どこかな、なんかママがやってあげる。ちっちゃいコーンで取れるの嬉しいな。ねえ、こんなん子供大好き。すっごい取ったね。いや、これでもね、控えめにした。そうですか、スイーツ男子。うまい、これね、このカラフルなちっちゃいフルーツの形した、そうそうそう、これがタイによくあるお菓子で、なんか和菓子みたいな感じなんだよね、うん、あんこをゼラチンで固めてあるみたいな、なんかココナッツのなんかあんこみたいな。うん、うまい。ね、美味しいよね、それ。いや、これうま。なんかあんこ玉みたいな。うん。これ美味しい。フルーツポンチだ。うーん。3歳の時にこんなビュッフェに出会ってなかったな。確かに。3歳の頃の記憶ないから俺わかんねえわ。出会ってたから。もう英語力が目まぐるしいですよ、トニーの。すごいよな。ね、数字数えれるもんね。ね。ワン、ツー、スリー、フォーって言えるもんね。イレブン、トゥエルブンって言った。今日習ったよ。テンまで言えて、そっから今日習ってきた。イレブン、トゥエルブン。スリー、フォー、ファイブ、シックス、エイト、ナイン、テン。うらやましいな。すごいね。ね、発音がそうやね、もう2で覚えてるからさ2じゃない、2なのよ。1、2、3なのよ。パパたちも入学していい？教えて。うん、英語教えて。ママ喋れないんだよ。はい、そんなわけでなんで急にカタくん男前エンディング。はい、というわけでもうお腹いっぱいになったので帰りたいと思います。いや、めっちゃ良かったです。久しぶりにあのホテルのこういうビュッフェが食べれて嬉しかった、うん、最高でした。気になった方ぜひ来てみてはいかがでしょうか。リオナリ夫婦のこの動画を見たというとドリンク1杯無料になりますので
ぜひあの来てね、リュウナイ夫婦のこの動画見ましたってあの YouTube の画面見してアピールしてください。ではさよなら。